こちらの写真を見ていただき、これは50年前絶滅したといわれる高尾山のサンダナパレスアグリアスという蝶です。この見事な赤と青の羽は人の心を惑わすに十分な美しさと言われてきました。それに一番の特徴は蝶の世界では一番、それじゃあ泉君はできる、今のところもう一度やってみて、これもう一枚の写真をご覧ください。これが問題なんです。随分と似ているでしょう。ところが泉君がいるか口のところを見てください。人間の細胞を食うというだけあって、この白い口はまるで鼻のようではありません。いいんだよ、間違いそうになった。ほら、あれをご覧。人間の細胞を食う、私がわかるか。小さいものが強くなってきたというのに。泉さん、その時の様子をもう一度詳しく話していただけませんでしょうか。アフリカは早くだよ。今朝、私たち一行久しぶりの日常なのだ。うまくみんなが妖艶を作るいいか、泉ちゃん、わしも言うことを聞くのだ。今夜3時お前の兄さんを殺すのだ。分かったな、分かったら今日はもう帰る。うまいな、鳥くん。何か分かったか。はい、少しだけ。やっぱりこの病院の下には軍事工場があるのです。いつも明けんやったのが。じゃあ、ばかり警視総監の依頼で、こんなことやお前を殴り込ませるか。キャロンだろ、僕は人はかけないよ。あー、お兄ちゃんったら。地下を探ってみるつもりです。あ、ウサギだ。なんで捕まえちゃい。はい、じゃあ、ドラマの場合は捕まえきくないよ。捕まえないぞ。捕まえたの。わかりました。しばらくして、バリカンが戻ってきた。僕、人を拾ってきたよ。どこで拾ってきたんだ、バリカン。あっち。さあ、サンジだ。チャージマン剣を殺すのだ。お兄さんは悪い人間なの。君の手で兄さんを殺してしまうんだ。私たちはあまりの恐怖にからしてしまった。土曜総監を務めるだけで精一杯でした。なるほど、その蝶があのスライド写真です。先生、その蝶は今も日本の領海に消えているんでしょうか。また今後収益してくるんでしょうか。多分どこかにいるでしょう。だがその他一切のことは分かりません。新しい帝国を築くのがわしの長年の夢だ。そういうことに協力を惜しまないのが我々ジュアル星人。危ないじゃないか。忍者、かわいいやつ。君の人間どもはお前らのことで大騒ぎ。人間どもの言うことにはお前らは僕の人間は絶滅したんだとさ。かわいいお前らよ、その時まで私の力になっておるね。私はお前らを50年前に救い出し、人間の細胞を作って増殖するよう改良したことは誰も知るまい。発射準備完了。地球を滅ぼしたいが病院に開始。一体どうしたの？分からないわ。ピアノが聞こえてきて、さっきだったら先生が聞こえてきて。キャロンキャロンはそのピアノの先生に操られたんだ。たっぷりと人間どもの細胞を餌にしてもらい、戻ってくるときは2倍も3倍も増えるんだ。ダブルワードチャージマン。あなたは聞いてるの？殺されてたまるものか。大変よ。はい、どうしたわ。あの人が来てて。私の誰のお兄ちゃん殺せしないわ。おやつまい。押し返すわけだろ。